口に安保反対、市内閣退陣を叫びました。こうした反対闘争にもかかわらず、新しい安保条約は33万人が国会周辺に徹夜で座り込む中で自然承認されました。条約の発効を機会に国内外の情勢を体感いたしまして、私は人心を一新し、さらにこの体制に基礎を置いた新政策を強力に遂行すべき時期であると考えまして、本日総理大臣を辞する決意を表明を。安保問題をめぐって波乱を続けた第34通常国会は7月15日、長期国会の幕を閉じ、岸内閣はこの世総辞職しました。